紫ウニミッケ。日本コシダコウニミッケ。シーグラス。実はシーグラスって海で獲れたものに限定されます。大きな川や湖で獲れるシーグラスはビーチグラスと言われ、厳密には区別されていて姉妹のようなもの。シーグラスの型が表面がやや粗い形状に異なります。原因は海水はアルカリ性のため、ガラスの表面をわずかに化学変化水和させるためです。シーグラス海水とビーチグラス淡水の風合いが少し違うのはこのためです。フェイクシーグラス、人工シーグラスも存在します。たまに SNS 等で怪しいシーグラスが投稿されてていることもあります。困ったケースはネット等で売られている場合です。フロストグラスとちゃんと書いてあれば見分けられます。しかし堂々とシーグラスと書かれて売られているもこともあり、注意が必要です。特にネット上では見分けが難しいため、一層の注意が必要なので気をつけてください。について知っていましたか？波の音に隠されていた身はすごい効果があるみたいなんです。自然界の音が私たちの心をリラックスさせてくれるのは超音波の一種が存在するからです。波の音にもそれがあり、落ち着かない不安な心を安らげてくれる効果があります。森や川の近く、山、海など自然界に足を踏み入れると心身ともにリラックスしてきませんか？海を眺めたり、ただ波の音を聞いているだけでなぜか癒される。そうした経験をしたことがある方は多いと思います。私も地元が海に近かった時は、何か悩み事や精神的にしんどかった時は海に行き音を聞いたり、ぼーっと眺めていたこともあります。もちろん自然の景色のせいもありますが、小鳥の鳴き声や小川のせせらぎ、木々の擦れる音や波の音など、自然が生み出す音が私たちの心を落ち着けてくれるのです。こうした音は心理的にとても良い効果があるとされています。日頃海に親しんでいる人でもそうでなくても、波の音を聞くと気持ちが穏やかになりませんか？これもそうした癒し効果なのです。それではここからは波の音に秘められた効果を探っていきましょう。波の音などの自然界の音には、人間の耳には聞こえない超音波が含まれています。それを 1F の揺らぎと言い、これを私たちの脳が感知することでアルファ波が出てリラックスできるのだそうですよ。 1F の揺らぎとは、例えば葉っぱ同士が擦れる音やろうそくの炎がかすかに揺らめくような音です。規則性と不規則性が程よくミックスされた状態が良いとされています。確かに無音の空間にいるよりも、うるさくない程度の雑音が聞こえていた方が落ち着くような気がしますよね。仕事の忙しさやストレス生活に追われていると、なかなか脳がアルファ波を出す機会がなくなってしまいます。そんな時には波の音などを聞いてみると、脳が 1F の揺らぎを感じてアルファ波を出してくれるはずですよ。波が打ち寄せては引いていく音は決して規則正しくはありませんが、なぜかそれに安らぎを感じます。それも 1F の揺らぎの仕業なんですよ。実は波の音は母親の体内の音によく似ているんです。なので波の音を聞くことで、私たちは母親の体内回帰をしたような安心感を覚え、リラックスできるのでしょうね。ビーチで日光浴をしていると、だんだん気分や体調が良くなってくるのはそのおかげなのかもしれません。
海の青さにもリラックス効果があるので、やはり波の音と海岸には素晴らしい相乗効果があるのですね。私たち人間は水がなくては生きていけませんし、生命の象徴とも言われる海が生み出す波の音を聞くことこそ最も有効なリラックス方法なのではないかと思います。波の音の効果とは、波の音を聞くことで私たちの心はリラックスできますが、それによってさらに良いことがあります。質のいい睡眠をとれるようになり、ストレスが緩和され、疲労や体調不良が回復するというわけです。波の音は特にそう状態やパニック状態に良いとされており、気分があまりにもハイでコントロールできない時や、何をどうしていいかわからないような不安な状態の時には特にぴったりです。身の置きどころのない焦燥感を穏やかな状態に持っていってくれると思いますよ。心を落ち着けるという意味では、瞑想するときやヨガをするときにも良いですね。より大きな効果を得られると思います。自分を落ち着けたいとき、疲れすぎて思考停止に陥ってしまったときには、波の音を聞いてみてください。海が近くにある方は、海岸を何も考えずに、ブラブラと歩いてみるのがいいでしょう。海が近くにない方はヘッドホンで波の音を30分くらい聞くことをお勧めします。できれば部屋の明かりは暗くして、目を閉じて波の音が耳に入ってくるのに任せましょう。一瞬のうちに気分が劇的に回復しなくても、きっと波の音を聞く前とは心の重さが違うと思います。繰り返して聞いているうちに笑顔も出てくるはずです。そうすれば日常生活の中での人間関係も良くなるでしょうし、仕事もはかどるようになるでしょう。もしかしたら自分自身がちょっと変わることができて、日々が全部良い方向に行くようになるかもしれませんよね。ぜひ疲れた脳へのご褒美として、一日の終わりにでも波の音を聞いてみてください。いかがでしたか？波の音には想像以上の効果が秘められていたことが分かりました。それがまさか母親の体内にまで発展するとは本当に驚きでした。波の音を聞いて今日の動画は以上になります。ありがとうございました。